万歳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 。鳥取県知事選挙は現職の平井伸治さんが20万票余りを獲得し、5回目の当選を決めました。最高を果たして、それで素晴らしい鳥取を作ること、最高を目指し、しかも皆様のご協力をいただいて、鳥取らしい顔が見えるネットワークでのさあ行こうと掛け声を掛け合っていく、そういう鳥取最高チャレンジに向かいたい。今やりかけていることを一生懸命やれば、ひょっとしたら他の地域よりも先回りできるのではないか、そんなような期待もあります。ただ夢を形にしなければいけませんので、責任は重いと思っています。投票率は 48.85% と過去最低となりました。選挙中の平井さんはスーツ姿ですが、足元は青いスニーカー。選挙カーが止まると走る走る。今回緊張したんですが、本当はお医者さんからあんまり走るなと言われてるんですが、ついつい本能で走ってしまいますけれども、とことんやるのが心情の平井さん。5回目の知事選出馬を迷ったのは、今までのようにとことんやりきれるのかという点でした。1月に立候補を決断すると、自民公明の県組織、立憲民主、県内の多くの団体が推薦し、選挙戦は盤石となりました。それでも平井さんは走ったのです。全国の注目を鳥取県に集め、コロナ対策で全国の知事の先頭に立った実績は県民の間にも知れ渡り、各地で熱烈な歓迎を受けました。幸せ者だなというふうに思いました。想定外でした。それでつくづく思いました。やはり導かれるままに、県民の皆様の思いのままに、ご決めに挑戦して正解であったと。当選から一夜明けた平井さん、睡眠は3時間だったということで、ゆっくり休む日が来るかと問うと、妻の理恵さんが、休む気はないと思います。私は一人で旅に出ます。選挙で掲げたのは鳥取最高チャレンジ。コロナ禍からの産業の再興や医療・子育て支援の充実など幅広い公約を示しました。平井さんが初当選した2007年4月の鳥取県の人口はちょうど60万人。この16年で6万人近く減りました。平井さんが知事でなければもっと減っていたかもしれませんが、人口減少を抜本的に押しとどめるには至っていません。スーパー閉店の問題をはじめ、交通機関や金融機関などのインフラの維持が心配される地域も出てきました。まずはスーパーマーケットのことだとか、中山間地どうするか、少子化だとか、いろいろと課題が山積でして。人口最小でも全国に誇れる最高に輝く鳥取県をどのように形作るのか、とことんやる平井知事の5期目の手腕が問われます。